散るから静かにしてくださる。ごめんね。よし、それでは戦闘始め。思ったよりも手強い相手かな。頑張ってね、ワイス。大胆かつ斬新、気に入った。頑張って、ワイス。ボコボコにしちゃえ。おやおや、武器なしでどう戦うつもりかな。ワイス、下に潜り込んで。お腹なら柔らかいよ。うるさい、指図しないで。ブラボーブラボー、君は真のハンター見習いだ。その勇姿を拝ませてもらったぞ。残念だが今日の授業はここまでだ。それでは課題の箇所を読んでおくように。もう一つ気を抜くなよ。以上、解散。どうしたんだ、ワイス。ワイス、何かしら。一体どうしちゃったの。ツンツンしちゃって。どうしたですって。あなたこそどういうつもりですの。チームルビーのリーダーでしょ。なのに人の邪魔ばかりして。私が何かした。問題はそこですわ。何の努力もしないでリーダーになった。森ではまるで子供みたいに振る舞って、こっちに戻ってからもずっとそう。ワイス、なんでそんなに怒ってるの。この前話したよね。力を合わせようって、チームとして頑張るって決めたんじゃないの。リーダーがあなたじゃお断りですわ。必死に勉強して訓練してきましたのよ。はっきり言ってこんな待遇満足できません。オズピン教授は間違ってますわ。どうやらうまくいってないようだね。私はリーダーに向いてないんじゃないですか。それはまだわからないな。ポート教授。ああ、シュニー君か。どうしたんだい。ご用件は何かな。教授、講義楽しかったです。それはそうだろう。君は真のハンターになる素質がある。本当ですか。もちろんだとも。何かお悩みかな。はい、教授。そうか、シュニー君、何でも言ってごらんなさい。実は、私がチームのリーダーになるべきです。バカ言っちゃいかん。どうしてですか。チームを結成してまだ1日じゃないか、ルビー。私は今まで世界中の誰よりもたくさんのミスを犯してきた。しかし今のところ君をリーダーに指名したことをミスだとは思っていない。どうかな。どういうことですの。オズピン教授のことは昔から信頼している。彼が判断を誤ったことなど一度もない。私があれだけ優秀なところを見せてもオズピン教授の意見に従うんですね。確かに君の戦闘スキルには目を見張る。だが態度に問題があるからプラマイゼロだな。もう、何ですって。ほら、そういう態度だ。君はこれまでずっと何でも自分の思い通りにしてきた。わがままなお姫様だね。事実とはかけ離れてますわ。そう、事実とは限りません。チームリーダーとは単に戦闘中の役割ではない。常日頃から課せられるもの。最善を尽くすべく努力をしないリーダーにどうして仲間がついてくるだろう。思い通りにことが進まなかった。だからといってダダをこねさえすれば教授たちが言うことを聞くとでも本気で思っているのかね。叶わぬ状況に苛立つよりも現状を楽しむことだ。スキルを磨き、持てる技術を高めなさい。目指すは最高のリーダーではない、最高の自分自身だ。リーダーとしての責任の重さに悩んでいるか。じっくり考えてみるといい。その責任をどう全うするか。
してるつもりが居眠りしちゃってごめんなさい。コーヒーの好みは？どういうこと？さっさと言いなさい。あ、クリームと砂糖5つ。そこにいて。はい。ありがとう、ワイス。ルビー、あなたなら大丈夫。いいリーダーになれますわ。それと私、誰よりも最高のチームメイトになるって決めましたの。よろしくて。勉強頑張って。そこ間違ってますわ。ねえ、ルビー。何？ずっと二段ベッドに憧れてましたの。